あ、最後に8番のレッツゴーターキン収まりまして、ゲートイン完了です。スタートしました。揃いました。綺麗なスタートを切りました。先行争いにこれから入っていきますが、外からまずファーストプレイスが出てまいりまして、リードを首から半馬身取りました。内から吉野トップが2番手の位置ですが、かわして外からマッハッシーが単独2番手に仕上がっていって、頂上から下りに入っていきます。マッハッシー2番手から前を追いました。3番手集団ですが、外をついてメジロマックイーンが上がってきて3番手、内に控えた吉野トップ差がない4番手、5番手に1馬身差、外をついてホーユーロイヤル、そのうちに3茜、2頭並びの体勢で最初の第4コーナーです。後方には2馬身差レッツゴーターキンが控えています。そして遅れまして2馬身差、外を回った龍神錦、ミスターアダムスインコースから最初の第4コーナーカーブを通過、スタンド前に入ってまいります。先頭ファーストプレイス、リードが1馬身ぐらい、2番手集団固まっておりますが、外をついたマッハシティがわずかに2番手の位置、1馬身差がついて内を回って吉野トップがわずかに3番手が、しかし混戦状態、最内からは三茜も加わってまいりました。メジロマックイン、あるいはその外をついたホーユーロイヤル、大添龍神錦と3番手集団大混戦、そして内からはレッツゴータンキンもこの圏内へ、そしてミスターアダムス、後方各馬も一段の状態になってまいりまして、これから第1コーナーカーブに入っていきます。前2頭並んできましたが、今度はマッハッシーが先頭に変わる勢いですが、内からファーストプレイス譲りません。2頭馬体を合わせまして 1,2 コーナー中間地点2馬身のリードを取りました。3番手には内から三茜が上がって半馬身差、吉野トップが4番手、また3番手4番手も2頭並んで第2コーナーカーブ、そして2馬身差がついて内を回ったメジロマックインと、ストをついた龍神錦の2頭、この圏内にミスターアダムス加わって3頭固まって1馬身差、ホーユーロイヤルもイエスパート体制です。そして遅れましてレッツゴーターキン、後方からまた後方各馬も一段の状態になりました。先頭からおしまいまでは4馬身から5馬身の圏内で9頭が一段の状態です。前2頭並んでいます。ファーストプレイスが内、外を回ったマッハッシー、2頭リードが1馬身、3番手には三茜、そして遅れまして1馬身差、後方各馬一段ですが、吉野トップ内を回ったミスターアダマス、差がなく馬群の中メジロマックイン、外からは龍神錦、遅れてレッツゴーターキン、差がなく追走で2周目に入って2周目の3コーナー頂上へと向かいます。最高峰は1馬身ぐらい差がついてホーユーロイヤル、外へ持ち出していきました。さあ前4頭並んできた、前2頭リードはなくなった、3番手からは吉野トップ、あるいは大須からは龍神錦、先段4頭1段、そして1馬身差で5頭1段の展開になりました。ほとんど1段です。馬群の中にメジロマックイン、現在後ろから 2,3 頭目の地、しかし9頭1段の状態で4馬身の圏内です。さあ前の争いですが、外から龍神錦、外から龍神錦、吉野トップ中、大曽レッツゴーターキンスマートで第4コーナーから直線コースへ、やや内をついたメジロマックイン、馬場の真ん中からちょっと前が壁になっている。さあほとんど大混戦の状態から、大曽からレッツゴーターキンの追い込み、レッツゴーターキンと龍神錦、レッツゴーターキン龍神錦、メジロマックインは伸びない、現在 3,4 番手、ここから伸びてくるのか、200メートル通過、内からミスターアダムス、内からミスターアダムスが先頭か、内からミスターアダムスが先頭に変わった、2番手の水はレッツゴーターキン、オーストメジロマックインも理解す、外からメジロマックイン2番手に仕上がってきた、ミスターアダムスゴーリ、2番手にメジロマックインです。内から3番ミスターアダムス。